どうもデューです。今回はシャドウイング1200回で得られた効果について紹介しようと思います。突然ですが僕はリスニングが大嫌いでして、リスニング中に思考停止するわ、頭の中で和訳が止まらないわ、知ってる単語に意識が全部持ってかれて内容が一瞬で吹き飛ぶわね、もう全くの意味不明だし、センター試験のリスニングでは50点中14点を叩き出し、担任の先生から耳が悪いのかもしれないねと励ましの言葉を享受するなど、もうマジで嫌いでした。しかしこのままじゃダメだなと、オーストラリア留学の1年間、僕は365日毎日シャドーイングを続けまして、結果として今では大学院の授業はなんとかついていけるようになり、海外ドラマも8割くらいはなんとか理解できるようになりました。そこで今回はシャドーイング365日で得られた効果と具体的な方法について紹介しようと思います。シャドーイングとは流れる音声に続けて少し遅れて音読するという、もともと通訳者の間で行われていた学習法で、この学習法一つで速読力、読解力、語彙力、リスニング力、発音向上、そして会話力という多岐にわたる能力を高められる、いわば不思議な目みたいなやつで、その中でもリスニング力への貢献が半端じゃないんです。僕はこれをオージーイングリッシュというオーストラリアのおっちゃんがやってるチャンネルのこの動画で1日3回から4回ずっとシャドーイングをしてきまして、結果的に単純計算で1200回という数字が叩き出されたわけなんですが、じゃあ実際1200回やったらどんな感じになるのってことで、実際の映像を撮ってみたので皆さんにお見せします。どうぞ。 What's going on, guys? Today I want to talk to you about a very very important sentence that I hopeyou're using, and you should be using it so often you're sick of it, because this is what I've been doing in Portuguese quite a lot. Anyway, let's just get into this video. We have a chat about which sentence I think is probably one of the most important ones in English, especially when you're learning. Okay, let's go.シャドーイングというかもはやモノマネになってきてるんですが、最初は全くうまくいかないので、字幕を見ながら音読したり、音声だけ聞くなどを繰り返しながら、慣れてきたら字幕なしでシャドーイングするって感じで練習しつつ、この動画のように音声と全く同じように読むのを意識しながら完璧を目指すってのを続けていくと、めちゃくちゃ効果が出るんですね。じゃあそれでどんな効果が得られたのってことをここから一挙4つ紹介していきます。では行きましょう。1年間のシャドーイングで得られた効果、1つ目はまずリスニング中の思考停止がなくなりましたね。今まではリスニング中内容についていけなくなると、突然思考停止して晩ご飯や好きな子のことをずっと考えちゃうみたいなことが多発してたんですが、シャドーイングによって爆速の英語が徐々に理解できるようになって、今では思考停止することなく話の内容に集中できるようになりました。二つ目は文章が前から理解できるようになりましたね。シャドーイングは言い換えると英語の強制手術なので、返り読みの癖ががっつり染み付いてた僕でさえも強制的に英語の語順で理解せざるを得ない状況になり、結果的にリスニング力や速読力が爆上がりしました。三つ目はリスニングへの抵抗がなくなりましたね。これ言い換えるとリスニングで疲れなくなったって感じで、今まではテストだったり人と話すときは前のめりで聞いて頑張って英語を理解しようとするので、もうクソ疲れるくせに全然内容を理解できないみたいなことが多々ありましたが、現在はそこまで集中しなくても英語のイメージがボンと頭の中に入ってくるようになったので、圧倒的にストレスが減りましたね。最後4つ目は何と言っても会話がスムーズになりました。英語を口に出し続けているので話すことにも抵抗がなくなっていくんです。でリスニング力も鍛えられて、相手の話も頭に入ってくるようになり、結果的に受け答えのスピードが格段に上がったし、使えるボキャブ増えたので会話の引き出しが爆発的に広がりましたね。僕が大学院で生き延びられたのもまさにシャドーイングのおかげと言っても過言じゃねえなと今では思いますね。で今回の動画で僕が伝えたいのは、シャドーイングを1200回やれってことじゃなくて、英語学習は続けていけば絶対成果が出るよってことです。最初は全然うまくいかないし、成果が出ずに落ち込んで周りと比べて全然ダメじゃんと自分を責めてやめたくなることもたくさんあるけど、続けていけば必ずどこかでポッと芽が出ます。絶対出ます。あなたの努力はあなたが一番よく知ってるように、目に見える成果が出なくても、あなたが努力したことや頑張ってきたことは必ず身になるので、一応自分を信じて続けてみませんかってことを皆さんに伝えたくて今回動画にさせていただきました。最後に一つ言わせてください。継続は